にちは。お気楽屋のひとときのお時間です。お気楽屋は広島にあります。そしてね、広島といえば皆さんの一番脳裏に浮かぶのはやはり平和公園、原爆ということではないでしょうか。昨今少しね、世の中がざわざわして悲しい出来事が本当にね起こっています。今日この後のひとときの動画、そんな大切なものということを念頭に置いて描いてみようと思います。何を描くかはお楽しみ。ごゆっくりご覧くださいね。
私が描いたのは折り鶴でした。最初にお話ししたように、広島には平和公園があります。この平和公園の中には日本全国、そしてね、世界から折り鶴が送られてきています。折り鶴、送っていただく、送るということにも大切な意味がありますけども、まずは折り鶴を折るということがね、一番の気持ちの通ずるとこだと思います。日本には昔から人型とか折り型というように、形に気持ちを込めるということがね、習わしであります。折り鶴を折るときに平和への気持ち込めて折ってくだされ、ばこの思いは世界中どこにでも飛んでいきますよ。皆さんの気持ちを今一番届けたい場所に送ってみてください。今回平和公園の前を通りかかって、そのね、千羽鶴を見た時に、このこと皆さんにお伝えしようかなと思って、今回は折り鶴を描いてみました。次回はどんな思いを込めて何を描くかはお楽しみ。お気楽屋のひとときでした。